失礼します。無事でよかったよ。でもマスター、無言だったね。きっと、怒ってるんだよ。違うと思うけど。そうかな。そういえばあの花瓶、前にマスターと町に行った時に買ったやつなんだ。あの時マスター、すっごく喜んでくれたの。あれね、錬金術でできてるんだよ。そうだ、もう一度あのお店に行けば、きっと新しい壺を作ってもらえるはず。お店の場所も覚えているし、二人で壺を作ってもらうよ。頼みに行こうよ。うん。あれ、あった、あそこのお店だよ。確かシアンって名前のお店だったはず。多分そう。もうとりあえず入りましょう。うん、誰だろう。お邪魔します。お、お邪魔します。おう、この間壺を買って行った人だ。覚えててくれたんだ。実はカクカクシカジカで。なるほどね。だから新しいメイドも来たのか。メイドじゃなくてルーナです。それでその花瓶は。うん、もちろんできる。本当ですか。ただ重要な素材が一つ足りないんだ。アクアダイヤモンドっていう青く輝く綺麗な宝石があるんだ。近くの山奥に大きな洞窟があるでしょう。そこでたくさん発掘されているらしいんだけど、そこには怖い怪獣がいるんだ。おお、綺麗。でもあそこにいるのって もしかしてあの子が言ってた。なんだお前たち。かわいい。ごめんね、起こすつもりはなかったの。なら別に許すけど。いいってことよ。事情も分かった。そこら辺のいくつか取ってっていいよ。ほんと？もちろん。ねえ、ネズミっぽいからチューちゃんって呼んでもいい？いいよ、よろしくね。この子が噂の怖い怪物の正体かな。だとしたら全然危険なようには見えないけれど、きっとさっきのいびきが洞窟で反響したせいだよ。それを偶然聞いた誰かがチューちゃんを怪物と勘違いしたに違いない。外ではチューちゃんが怖いって噂立ってるんだよ。チューちゃん、お引っ越しとか予定ある？外のことなんか知ったこっちゃないよ。せっかくいい住処を見つけたんだ。僕はずっとここにいたいの。ですよね。ダメか。あ、ねえねえ、もしチューちゃんが私たちと一緒に来てくれたら、ここにあるものよりもっと綺麗なアクセサリーをあげるよ。本当？本当？もちろん。このチューちゃんは洞窟の主の正体だったんです。やっぱり化け物だ。僕のどこが化け物だ？その喋り方、化け物じゃん。なんだと、この可愛らしさに満ち溢れている僕に。そんな様子じゃ変な噂が立つのもわかるね。まあまあ、二人とも落ち着いて。はあ、しょうがない。とりあえず作ってあげる。ダイヤ預かるね。やった。これとこれと、最後にアクアダイヤモンドを入れて、シアンのスペシャル錬金術スタート。おお。ルーナ、ファイト。失礼します。さっきは大切な壺を割ってしまって本当にごめんなさい。代わりに新しい壺を作ってきました。よかった。